DB7V12 は1999年に発表されたアストンマーティンの主力ツードアスポーツクーペ、英国流に言えばフィックスドヘッドクーペである。乗車定員は2名で、ジャガー XKR にあるようなオケージョナルシートさえもない。シャシーコンポーネンツやエンジン、トランスミッションなどはジャガーの XKR と共用している。しかし DB7 はジャガー XKR の兄弟車ではない。細部の作り込みやエンジンチューニング、サスペンションセッティングなどには独自の手法を用いており、アストンマーティンならではの味わいを醸し出している。ツーシーターとはいえ、ホイールベースは2591ミリもあり、ボディはかなり大柄。そのノーズに搭載されるエンジンは 5935cc V 型12気筒 DOHC48 バルブで、最高出力は426馬力を発揮し、1775キロの重量級ボディを最高時速266キロで走らせる。トランスミッションは5速オートマチック。タイヤはフロント24540R18、リア26535R18 が標準装備となる。この DB7V12 をベースにボディを全面的に変更したモデルが2000年に登場したバンキッシュだ。この贅沢なスポーツクーペの最大の魅力は、アルミニウムの芸術というべきボディデザイン。美しいスタイリングを手掛けたのはイタリアンカロッツェリア、ザガートである。 DB7 と同じ V 型12気筒エンジンはさらにチューンアップのレベルが引き上げられ、466馬力という最高出力を誇り、1835キロと DB7 より若干重いボディを最高時速315キロで走らせる。トランスミッションは6速マニュアルのみの設定だ。バンキッシュはアストンマーティンの一枚看板であり、世界的にも数少ない本格的スポーツクーペなのである。